はい、それではここからはですね、2.4 節の剰余付き序談という話に進んでまいります。まずここでは、整数の剰余付き序談ということで、一応整数はですね、ユークリッド整域と呼ばれる性質を満たしますので、このような、剰余付き序談ができるという性質を持っています。一応、ちゃんと読み上げますと、A と B を整数として、B が正の時にですね、整数 Q と R が存在して、A イコール BQ プラス R とかけると。それからすいません、これ多分もう一個条件の、抜けていると思うんですが、皆さんお分かりになりますでしょうか。これ R の絶対値は B より小さくなるっていう、そういう性質が必要ですね。はい、すいません、ちょっと抜けていたので注意してください。で、こういうですね、序談ができるというのが、整数の序談の性質として、知られております、いると思います。で、この時のその A の B による序談をですね、一応囲碁では ARB というふうに記述することにします。で、そこで、一応ですね、その整数の剰余付き序談の記号をや変数をですね、ちょっと定義しておきたいと思います。A と B と Q と R は先ほどの定理の通りに、の性質を満たす数として使うんですけれども、一応それぞれの名前を確認しますと、 A を比序数、英語ですとディビデンド、で、 B を助数、英語ですとディバイザーで、 Q を小、クオシエントですので、これをここ2語は記号でクオの AB というふうに書きます。それから R は剰余、これはリマインダーですので、こちらの方は A モード B というふうな記述の仕方をします。で、さらに、小と剰余を同時に求める計算のことをですね、A÷B で矢印で QR っていう、こういう形のペアというふうに書き表すことにします。ここまでよろしいでしょうか。はい。で、次に、2.4.1 項の多項式の剰余付き序談に進みます。で、ここではその AX と BX は共に整数係数多項式としまして、BX をモニックとします。一応モニックという言葉ですね、再確認しますと、モニックは主係数が1、すなわち最大次の係数が1という意味です。です。あと、A と B の次数に関しては、A の次数が K 次、B の次数が M 次で、K は M 以上であるという条件をつけます。で、こういった A と AX と BX に対して、その多項式の剰余付きの序談を行うことを考えます。で、一応こちらがですね、そのアルゴリズムです。一応、多項式の序談に関しても、これは我々が普段やっている筆算の過程をですね、そのままアルゴリズムの形で書き下したという形になりますので、それを思い出しながらちょっと見ていきましょう。まず入力としましては、AX と BX ですね。先ほど与えた多項式となっております。一応 BX はモニックですので、この BX を表すこの、記号の最後の要素は1になっていることに注意してください。それから、あと出力として、小 QX、 これは K-M 次の多項式。それから RX、剰余、これは M-1 次の多項式。で、これらはその AX イコール QX×BX プラス RX を満たす、こういう関係式を満たす、Q と R を出力するというアルゴリズムであると宣言しておきます。で、その序談のアルゴリズムがこちらになりますけれども、まず最初ですね、1ステップ目は、これは K が i が K から0まで減少させながら、これ R の i に AI を代入しておりますが、これは最初に、剰余の各係数として入力、非常多項式の AI の係数を入れておくということですね。で、それから、i が k-m から0までの間、まず、最初のステップでは、この qi、
これ小の i 字のケースですけども、そこに r の i プラス m を代入しまして、でこの r の i プラス m が0を代入しているっていうのは、その r この時点でこの i プラス m 字のこの乗与の係数が0になっているということを意味しております。そしてその中でさらに j が m-1 から0に減少していく繰り返しの中でですね、各次数の多項式をもともとはこの r の i プラス j の部分ですね、これを qi かける bj を引いてどんどん差を取っていくということで乗与を計算していくことを繰り返します。で最後この一連のステップ2の繰り返しが終了したところで、この小 q とそれから乗与 r ですね、これを返して終了するということになります。この乗与付き除算の計算量などはですね、また今後触れる機会があると思いますので、まだその際に確認していくことにしたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。それからあと 2.4.2 項の多倍調整数の乗与付き除算については時間の都合でここでは省略させていただきます。はい、ということで第6回のまとめです。今回はその一変数多項式の乗算、それから多倍調整数と単精度整数の乗算ですね、それを踏まえて多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。それからと乗算については整数の乗与付き乗算と、それから多項式の乗与付き乗算について基本的なアルゴリズムを述べておきました。で次回からはですね、テキストの第4章のユークリッドのご助法に入ります。とテキストの内容ちょっと飛びますけれども、必要な人はこの第4章から先の方を読んでおいてください。はい、それではこれで今日の講義を終わりたいと思います。お疲れ様でした。